はい、どうもこんにちは、ボボテッペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、このビッグベイトやばいでしょうということで、2022年の新商品シリーズですね。はい、でまあ気になるですねビッグベイトはこちらでございます。ティムコさんの MB1 カスタム 180DSF ということですね。で今回もですねルアーニュース R さんの記事をですねピックアップさせていただきたいと思います。2022年はデッドスローにということで、まあ今まさにですね、まあ、霞水系とかマッティシャローレイクのビッグベイトゲーム、こちらでね活躍するようなビッグベイトでございます。で霞水系はね、特にこのリップ付きのドッグウォーク系ビッグベイトが欠かせない感じですね。バサオールスタークラシックでも沢村さんが MB1 でね釣られてました。で最近ですね、トムのバス釣りチャンネルのトムさんがね MB1 で釣られてましたね。そちらがですね、もっとこうデッドスローに引けるようにカスタムされた、そのビッグベイトが MB1 カスタム 180DSF ということです。ではね早速記事を読んでいきたいと思います。写真でピンときた方も多いかとは思いますが、 MB1 です。はい、ピンときちゃいました。私ピンときちゃいましたということで、モンキーブレインベイツのハンドメイドルアービルダーイサさんのオリジナル MB1 をカスタムして、昨年ティブコから登場し話題を呼んだのが MB1 カスタム 175F。 しかし写真の MB1 は 175F ではありません。ティムコの2022年ビッグベイト MB1 カスタム 180DSF ですということです。さあね、この黒いカラー、まさしく霞でも効きそうな感じですね。さらにねナチュラルレイクでもすごく効果がありそうなカラーだと思います。でね、フェザーフックがねまたありがたいですね。 MB1 カスタム 180DSF DSF が意味するところはデッドスローフローティング。ボディ前方のウェイトは若干重たくし、 MB1 カスタム 175F で好評を得ていた生めかしさはそのままに、アンダーウォーターでの扱いやすさをさらにブラッシュアップしたモデル。ウェイトの他に水面下での動きを意識してチューンされたのが2点、リップとテールです。左が 180DSF、 右が 175F のリップ形状ということで、はあ違うんですね。こういうのもですね、やっぱりこういった記事で読まないとわからないですよね。店頭で見て多分気づかないと思います。さあテールもですね、左は 175F、 右は 180DSF のテールということで、やっぱりねちょっと違いますよね。すごくこだわられてますね。リップは先行振動を稼ぎながらも操作感アクションを損なわない形状となり、テールは 180DFS が長くなったロングテール化したことで、水を受けてもスタビライザー効果を発揮してくれる。またこのロングテールがスローなアクションでも長さの分アクションの余韻が伝わり、生めかしさが出るようになっているのも特徴。もちろん MB1 カスタムの簡単にジョイントの折れ角を調整できるシステム NTD も健在ね。これすごくいいですね。そう霞でねやってると、とにかくね移動距離を抑えたいので、このぐらいね、このぐらい曲がってほしいんです。はい、ジョイントが。そうするとねクイッククイックでね、特にねこのドッグウォークをねしてる最中、狙ったところでバスが出てくると、もうそれはそれはもう一生の思い出になります。はい、僕もねビッグベイトで何匹か釣ってますけども、ほんと一生の思い出になってますね。はい、ジョイント部3つのホール、そのポジションでアクションが変わるということで、ここですね。はい、 N がノーマルモード、 T がタイトローリングモード、 D がデッドステッキングモードということです。ノーマル、タイトローリング、デッドステーキング、3つのアクションを出せる NTD システム搭載の MB1 にデッドスローフローティングという要素が加わった MB1 カスタム 180DFS、 要チェックの存在と言えるでしょうということで、もう要チェックしまくりでございます、ね、すごくいいですね。フェザーフックっていうのがまたいいんですよ。はい、でサイズですね、全長 180mm、 そしてウェイトが 1.5 オンス、ちょうどいいですね。タイプスローフローティング、価格が4300円、税別ということで、まあ通常のビッグベイトっていう感じですね。はい、さあね、間違いなく欲しいルアーでございます。去年はですね MB1 欲しかったんですけど、
霞でね活躍するようなカラーがですねもう全然売り切れちゃってまして、それでですね僕はまあとりあえずサイレントキラーとかいろいろあったのでいいかなとは思ってたんですけど、いや釣れてますよね霞とかでもね MB1 ね。なのですごくですね買わなかったことを後悔してまして、なのでねそういったタイミングでねこういったお知らせがあるとねそれはそれは困ったもんですよ欲しくて欲しくて仕方ないっていう感じですね。で結構ですね MB1 在庫ですか結構見かけましたので、特にこの霞水系のね視聴者さんが僕のチャンネル多いと思うんですけど、多分ですけどちょっと使ったことないんで分かんないんですけど、多分 MB1 の方がドッグウォークさせやすくて、さらにね手に入れることもたやすいルアーになるかと思います。神奈川県のね釣り具屋さんでもちょいちょいねまだまだ見かけると思いますので、なのでねちょっとナチュラルカラーが多かったんですけど、まあ、それでも相模湖とか津久井湖、神奈川県のリザーバーですかねとかは全然ナチュラルカラーの MB1 でも通用すると思いますし、むしろナチュラルカラーの方が、神奈川県はいいと思います。でねやっぱりこの黒ねすごい魅力的です。黒もう黒はねナチュラルレイクでも通用しますし、マッティレイクでもね通用しますので、なのでね見つけたらちょっと即買いですねこれは。はい、今度はちょっとおまけみたいな感じなんですけど、もう一点ねちょっと気になる商品がありましたのでご紹介したいと思います。絶対注目しておいた方がいいということで、もう出ると思っていいのでしょうかティムコさんみたいな感じですけども、あの野良ネズミと双璧をなす存在となるティムコジャーキーポッパーということで、野良ネズミがペンシルベイトだとしたらポッパータイプですね。ティムコの大津さんが手にするバスが口にするルアー、これが2022年の新製品の一つ、ジャーキーポッパーエラストマー素材のニューフェイス、もしかするとあの野良ネズミと双璧をなす存在になるかもしれない。 CT ジャーキーポッパーということで、エラストマーとは思えないぐらい結構ツヤのある素材になりますね。まあ、これでねここにまた目がついたりとか、またいろいろと装飾されるのかちょっとわからないんですけども、結構ですね去年の秋ですか、野良ネズミもそうですけどラッシュアワーですね、ジャッカルのそういったエラストマー素材のカエルパターンの早引きですね、それがすごく霞では活躍してたなと印象があります。なのでねそういった場面でこのルアーを投入できたら野良ネズミに反応しなくなったバスとかもキャッチできるんじゃないかなと思ってね、ちょっと注目してたりします。首都圏在住の方ならもしかしたら浅草の某オブジェを思い浮かべるかもしれない、次世代ソフトルアージャーキーポッパーということで、これすごいかもしれないっていうお話でございます。さあ浅草のね某オブジェということで、なんだろう、真っ金金のねカラーも出しちゃうのかなっていう、そういったフラグなのかなって思ったりもしちゃうんですけども、こんな感じです。かなりシンプルですね、シンプルすぎるぐらいシンプルです。まず冒頭でも紹介した通り、ティムコの超高実績エラストマー素材のルアーといえば野良ネズミが挙げられます。ご存知の通りこれがあればなんとかなる系ということで、まあ、僕はねそこまで使いこなせてないというか釣ったことないルアーでもあるんですけど、ド定番のエラストマーワームの金字塔野良ネズミ、その恐ろしいまでの実調性能を誇る野良ネズミができないアクションジャーキーポッパーに求めた役割はそこ、具体的にはスプラッシュと不規則なアクション、スプラッシュと不規則な飛び。ジャーキーポッパーの先端はカップ状になっていて、浮かせて使用すればスプラッシュを飛ばします。これは野良ネズミにはない点で、シンプルにアピール力が非常に強いですということで、結構ねあの霞とかポッパーが釣れるんですけど、そのポッパーのね水しぶき要素がですね結構欲しい時があるんで、なのでねそういった場面と出くわした時、これは確実に活躍するのではないかなと思います。もう一点が水面を飛び跳ねるかのような不規則な動き、やや斜めにカットされたカップ面はつるっとしたボディもあって、アクションさせると左右によく飛び、水面付近で小魚がパニックを起こしたようなアクションを演出可能ということで、ボイル打ちですね。なので野良ネズミというとねカバーにスキッピングでぶち込んでそこから逃がすといった感じの使用法だと思うんですけど、このポッパータイプだったらボイル打ちもありかもしれないですね。ポッパー的要素もあり、無駄なパーツのないボディで連続ジャーク&ダートまでこなせ、バスのスイッチを半場強制的に入れるようなアクションを出せます。野良ネズミはキレッキレの首振りアクションが特徴ですが、特に
クリアウォーターだと見切られる場面も時として出てくると、大津さん、野良ネズミがいい、悪いではなく野良ネズミで出ないタイミングでもぜひ投入したい、ジャーキーポッパー、言い換えればジャーキーポッパーで出なければ野良ネズミも成り立つでしょう。とにかくティムコのエラストマーソフトルアーに新星現るというところだそうです。もう発売決定なんですね。価格840円、税別ってなってますので、まあ、3匹入りということで、まあ、野良ネズミみたいな感じですね。はい、はい、ではね、いかがだったでしょうか。ティムコの新しいルアー超気になっております。多分ね、このルアーも買うと思います。秋ですか。いやね、コロナがもうちゃんと落ち着いて、もっともっと安心して行けるようになればいいんですけども、ちょっとねコロナのせいで本当思い通りにできてません。なのでね、これもちょっとわからないですね。霞に思う存分行けるようだったら買うかもしれません。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。またですね、気になる新商品出てきましたら、こういった形で動画にしたいと思います。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。